これはちょっと石垣に持ってきます。パイナップル。こんにちは、シロです。こんにちは、ゆりです。今日はこれから石垣の方に向かいたいと思います。はい、はい、石垣に戻ってきました。石垣ではレンタカー借りようかなと思います。今回泊まってんのはこちらのブルーオーシャンになります。オープン。ちょっとスーツケースで埋まっちゃってますが、玄関がこんな感じです。今回はこちらのブルーオーシャン石垣のオーシャンフロントコーナーっていうお部屋になります。コンドミニアムタイプですかね。広い。ベッドが、ダブルベッドが2台あって、こっちにも部屋があって、ダブルベッド、さらにこっちにもベッドがありますね。トイレ、なんかトイレもでかい。はい、あと洗濯機、乾燥機、ガス乾燥機ですね。これは嬉しいですね。洗面所、広い。お風呂場、キッチンもね、普通に広いですね。ちょっと大きめの冷蔵庫があって、掃除機があって、電子レンジもあるしね。食器類、あとはゴミ箱。なんといってもこの目の前の青い海、いや、眺めがいいですね。お昼はこちらスリランカ料理です。スリランカ料理です。チキンカレーは辛口、魚は中辛、豆野菜は甘口です。酵素ジュース、スパイシージンジャーとパイナップルです。自家製みたいですね。チキン、野菜、カレーと魚、野菜、カレーです。まずはそれぞれ食べて、最後は全部混ぜて食べる。二人ともサングラスがぶっ壊れてしまったので、ちょっとドンキに買いに来ました。もう安いし、このお揃いのにします。1000円ぐらい。はい、ホテルから、前回行ったリハローカフェまで歩いてすぐなんでね、今日は夜ご飯そこでテイクアウトしようと思います。前回も来たリハローカフェ、事前に電話しとけばあとは取りに行くだけですね。おろしハンバーグ弁当と白身魚、島野菜、プレート。西表で買ってきたパイナップル、ちょっと朝ごはんにしたいと思います。こんにちは、シロです。こんにちは、ゆりです。てつやです。みくです。約2年ぶりの石垣島サーフダイブに戻ってきました。はい、今回もいろんなネタ撮っていきたいと思います。はい、楽しみですね。今日はなんとてつやさんがキャプテンということで、海賊王に俺はない。やばい、もう最初から飛ばしてます。なんで滑ってる。
はい、3日間楽しんでいきましょう。お願いしまーす。まあ、地形を楽しむような感じのライブという感じで、まあ、1本目、午前中はここに、そのまま止めっぱなしにします こちらにします。今日のキャプテンも哲也さんです。はい、お願いします。今日はどこ行く感じですかね。あーとね、うん、あ、風向き的に今日イルカいますね。イルカ見に行きましょう。おう、ダイビングがなしでもうイルカ十分でしょ。行っちゃいましょう。イルカ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 呼ぶときはルールル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 ルでございます。はい、ルールルルルル。お腹に入れたかったら。うん、最高。それではダイビング行きましょう。いや、私な、私。自分で交換したんじゃない？あ、そうだ、私が。だって1本目終わってから自分で付け替えたんでしょ。そう、私、人のせいにしようと。はい、じゃあこちら、マンタスクランブルでございます。マンタのポイントはいくつかルールがありますので、まず、マンタに触らない、追いかけない、お箸で覚えてください。お箸、うん、
違うね。で、マンタ追っかけない触らないっていうのと、あとはマンタのクリーニングステーションっていうのがいくつかあります。そのステーションの上はダイバー行ってはいけないよというルールがありますので、ステーションの根元でマンタを観察すると。これは振りですか？振りではありません。マジで怒られるやつです。マンタが、まあ、正面から泳いできちゃったっていう場合は、僕たちダイバーは避けてあげる、下の方に。でマンタを通してあげましょう。マンタ優先のポイントですね。あ、そうです、マンタ優先道路となっております。はい、今日見れそうですかね？基本的には見れます。あのただやっぱり見れないっていう場合で、ゲストさんの日頃の行いがやっぱ一番大事になってきます。あ、じゃあ今日絶対見れそうですね。見れた時はもう僕のおかげですね。ガイドの腕かなと。じゃあ見れなさそうじゃないですか？その場合ゲストさんのちょっと日頃の行いか。絶対見れそうですね。という場合はもう僕の腕ですね。あ、それじゃあ見れなさそうですね。その場合はゲストさんのあの日頃の行いです。じゃあ絶対見れそうですね。僕のおかげですね。いやー、バッチリでしたね。見れましたね、僕のおかげで。いや、僕の日頃の行いのおかげですか？いや、僕のガイドが良かったな。いや、うちらの日頃の行いのおかげですね。いや、僕のガイドが良かったですね。いや、うちらの日頃の行いかな。いや、僕のガイドが良かったですね。いや、自分の日頃の行いかな。いや、僕のガイドが良かったですね。今日のご飯は何でしょうか？今日の献立は、初夏の風香る夏のウリズンとともに豚の鳴き声がするシェフのオリジナルスープでございます。徹夜飯どうでした？美味しかったですね。夏は穏やかだと、やっぱハテルマとか、はい、遠くまで遠征できるから。ハテルマは行ってみたいですね。ハテルマめちゃめちゃ多いですよ。やっぱ風がピタッと止まった時ぐらいしか行けないって感じですか？穏やかじゃないとやっぱ行けないんで。逆に意外とこれぐらいの時期穴場だよみたいな時期ってありますか？穴場、でもゴールデンウィーク明けとかは人も少ないし、はい、割と天気ここ数年はすごい安定してて、いい。まあ梅雨といえば梅雨なんですけど、だけど昼間は晴れてるっていうのがこっちの梅雨だから。あ、降ってるわけではない、ね。ああ、ね、だから案外その時期は結構いいなって僕は思うんです。今日は1階にあるお寿司屋さんです。全部美味しそう。
いや、かぶっとるがな。昼は何でしょう、はい、スーパーの出汁で作ったスーパーのソーキそば、スーパーで買ったちくわ、スーパーの豆腐が入ったそばです。スーパーそばですね。あ、スーパーそば。はい。で、皆さん後ろにちょっと。本当に鈴木さん。じゃあちょっと後ろで悪いな。明るい写真撮りましょう。すごい、鈴木さんが行きます。 OK! ちゃんと祝いってなってるんだ。ダイビング終わって港に戻っております。ありがとうございました。バッチリー。ツヤチャンネルの撮影風景です。はい、というわけで3日間石垣島潜ってきました。今回もありがとうございました。ありがとうございました。サーフダイブの船はね、なんか大きいし、大きいけどそこまで人も詰め込まれてなくて、とっても快適な、ね、そうですね、ダイビングショップだよね。楽しかったです。ありがとうございます。残念なのはボスにちょっと会えなかったのが、そうですね、残念だったんで、次回ね、
ね、また会いに行きたいと思います、はい、会いに行きたいです。また遊びに来てね。バイバーイ。お疲れ様でした。そう、無茶振りして。いいです。またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。めっちゃ雨降ってる。雨になっちゃいましたね。では、はい、ありがとうございました。いや、ビデオメッセージです。はい、こしさん元気ですか。いいこしさーん。こっち見てるかな。またいこしさん遊びに行くんで待っててください。待っててください。